はい、皆さんこんにちは。ゆうカフェのゆかです。今日はさっきすんちゃんがサプライズしてくれたじゃん、その旅行に持っていくメイク道具っていうのをまた別でご紹介したいと思います。では、簡単にね、2泊3日だしこう移動するのでそんなに多くは持っていきません。なんでその間もね登場したけど、まず日焼け止めはクダールの、さっきご紹介したクリオのクダールっていうラインの日焼け止めを持っていくのと、ちっちゃいやつね。でその上にこの VT コスメティックっていうもののこのクッションパクトを持っていきます。であとはちょっと結構湿気とかが多い時に使えるようにベイビーパウダーを持っていきます。そうだ、さっきのクッションパクトする前に私の大好きなこのイプサのスーパーマットコンシーラー部分用ファンデーションっていうのを持ってきます。であとは眉毛系はファシオのこのペンシル、リキッドタイプのペンシルと、ここにパウダーが入ったものと、あとこのケイトンのいつものアイブロウマスカラを持ってきます。本当にシンプルに、この間もさ、ワンカラーにハマってるって言ったじゃない。なんで同じプラグラムのアイシャドウとブラシを持っていきます。あとは資生堂のピューラー、アイライナーもこの間のグラムロックトゥークールフォースクールのものね。それとマスカラはこのちっちゃい VDL のスパートアイボーンブースティングフィクサー、これフィクサーなんだ。でも私はマスカラとして使ってました。はい、これ持ってきます。あとリップ系はちょっと結構持ってくんだけど、これがリップバーム的なものね、ロクシタンのリップバーム。あとは最近購入したシュウエムラの、これソンナウンちゃんが使ってるものね、ルージュアンリミッテッドムのマットの MOR585 っていうお色です。であとこのマックのこの赤のね色も持っていきます。ルビーウーっていう色です。そんな感じかな、こんぐらい持ってって、あとチークに使うこの VT コスメティックの、これもこの間登場したものね、リップにもチークにも使えるものっていうこのパレットも持っていこうと思います。であと最近結構ハマってるピーチシーのハヌルハヌルちゃんのブランドのものね、これの4番のラズベリーっていうお色を持っていこうと思います。こんな感じでケースはこのバターの入れ物にね持っていきます。でこのメイクケースもスーツケースに入れて持っていこうと思います。はい、手持ちのバッグと一緒にね。それで完成です。はい、皆さん、はい、またこれからゆかの誕生日イベント楽しみ、楽しみじゃなくて楽しんで見ててください。楽しんで見ててください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。誕生日 Vlog きっとまだまだ続くと思うので、次回もお楽しみにしていてください。それではインスタグラムとツイッターのフォローとか、すんちゃんのインスタグラム、そして私たちのバコブーブのサイトもよろしくお願いします。はい、次の動画で会いましょう。バイバーイ。